皆さんこんこにちは、えー、それでは担当式試験金に伴う学習強化の講座ということで、えー、第2弾ですね財務学級論第2弾は集金、えーまあ、式に関するお話になりますで集金式の中でも特に現行の方ですねあの新基準の方はですね新基準の特別講座のところでガリッとやっていますので、えーまあ、一応現行上のものと多少ねこの新基準のものを比較しながらというところですけども、まあ、現行上の、えー、ものは、まあ、残り、ね、1年。 まあ2021年度から、まあ、新しい新基準に取って代わられるわけですから、まあ、試験としても、ね、残りまあ出題期間としてはかなり短いと。 でも、まあ、過去のね担当式試験の歴史を紐解いてみると、まあ、こういったなくなってしまうものもね、えー、よく出題されていますので、まあ、一応な,んかなくなってしまうのに勉強するのは何かね嫌、えー、だなっていうかねもう自分でどうせ使わないんでしょっていう、ねえー、感じはしますけれども、ねまあ、一応試験を突破するという観点からね、えーまあ、この教科の講座の中では、えーまあ、どっちかというと現行基準よりでですねこの動画は撮らせていただきます。はい、で、えー、この動画もですね第1弾と同じで まあ重要性が高い部分を再確認をする動画になりますので何かねこうプラスワンでえという話ではありませんなのでもう特に収益認識なんかですねすごい得意ですよという方は別にこの動画を見る必要はないのかなと思いますはいえそれではね始めさせていただきますで使っていくのは材表のレジュメとですね収益認識のまあ計算テキストと収益認識のレジュメと結構なんか教材としては結構いろんなものを使っていくと思ってくださいで材料レジュメのですね損益会計の伝統論のところに、ね この収益認識に関する話がでページ数はですねこれ年度によって、えーまあ、こうマイナーチェンジでレジュメ繰り返していますので違うので何とも言えないのでここはちょっとページはアナウンスー強いてせず、えー、に、えーまあ損益解析会見の具体的な収益認識基準のところを見ていただきたいと思います。はいで、まあ、今ね、えー、現行上の大原則というのは実現主義ですね収益認識は実現主義です。 まあ会計の括りとしてはねその発生主義会計という括りでよく言われていますけれども、えー、収益の認識は実現主義まあ費用の方はね純粋に発生主義なんだけれども収益は実現主義で企業外務の第三者に対する財貨または益も提供し対価として現金または現金投下物を受領した時に、まあ、売上なんかを計上することができるんでしたね。まあ、新しい基準だとね履行、えー、義務が充足し、まあ、支配が移転したような時に収益を認識するっていうことで、まあ、そこはね全然違ってきたわけですよ。ね、で現行上のルールっていうのはね基本的には収益をアプローチ。 で、えー、新基準は、ね、資産性アプローチです、ね、なのでその、まあ、根本の考え方も違ってくるというところでしたで現行上の方ですねでいきますその実現の二要件っていうのをいつ満たすのかということでまず通常の商品販売からりいますよ通常の商品販売は販売基準といって基本的にお客さんに商品を引き渡した時に実現の二要件を満たすというふうに考えられますお客さんに商品を引き渡しましたよ、ね、ただ別にレジを介しての取引だったら スーパーパとかコンビニであったらですよはいお客さんに商品あげますよって言ったらこれで引き渡しが成立するというのはですね容易にわかると思うんですけども遠隔地にに客さんに商品送送りますよと発送しますすよよとと発しもう今はねすごいこうネットでの商品販売っていうものがもう非常に盛んに行われておりですねまあ皆さんもね一回はですねそのネットで商品を購入したことがあると思うんですよ、まあ、多くの方は、ね。そうするとまあお店側の立場からすればお客さんに商品をね送った時がと 引き渡しなのかお客さんがその商品を確認した時が引き渡しなのかってまあいろんなタイミング考えられますよねレジ越しの取引じゃないわけですから、ね、はいじゃあどのタイミングがいいかっていうとこれ現行上だとですね別にどれでもいいんですよ継続して適用すれば、ね、出荷基準つまり発送をした時に実現の要金を満たすっていう考え方つまりお客さんに商品を引き渡すっていう考え方でも OK だし納品した時にお客さんに商品を引き渡すっていう考え方でも OK だしね、えー、研修した時にお客さんに商品を引き渡すっていう考え方でも OK でいずれでもケ、OK、ーなんですね現行上は はい、ただまあ継続して適用していかなければいけないというのはありますけれども、ねまあ、出荷基準納品基準研修基準どれでもいいですよと。ですか、えー、ただ新基準だと基本出荷基準ダメなんですよね。ですか、えー、新基準だと、まあ、その支配を移転する履行、ね、義務を充足するという観点からすれば、えー、この販売側が出荷した段階でまだ支配に対する移転っていうものが お客さんの方にですね、移転していないわけですよ。履行義務を充足していないんですね。はい。ですね、まあ、新基準だとダメですよというところですね。一応、あの、代替的な取り扱いが認められてはいますけれども。一応、新基準のですね。えー、これ、計算編のレジュメ。六ページ。代替的な取り扱い一覧のところにですね。一応、載せているんですよね。えー、上から、一二三四五六、出荷基準の取り扱いということで。 まあ一応大体的な取り扱いで出荷時や着任時などに収益を認識できると。はい、で新基準の原則っていうのはまあ基本的には研修なんかをしたタイミングだと思いますが、まあ、総合的に緩和するっていう形になります。 支配に対する支配の移転対価を受け取る権利法的所有権、えー、物理的占有権の移転重大なリスクや経済価値の存在資産の研修などの使用を総合的に緩和するとありますのであのまあ少し単純な話ではなくなってくるんですけれどもただ大々的な取り扱いとして、えー、出荷基準的なものを認められると思ってくださいで現行上のルールとしては出荷納品研修どれでも OK ですよというところですねはいこれが通常の販売でしたじゃあ次委託販売いきましょうか 委託販売の現行上のルールこれ結構ねあの本試験出てるんですね理論でも出ているんですけれども、えー、委託販売は代理店なんかを通して商品を売っていきましょうっていうようなです、ね、販売形態なわけですけれども、えー、原則は販売基準つまり代理店さんがお客さんに商品を引き渡した時に収益を計上するとだから当社が積層した時ではないんですよね当社が積層した時に、えー、収益を認識するんではないと別に代理店に送ったからって言ってそれで売り上げが上がるというわけではないんですよね。それ代理店ささんんがお客さんに売った時 に収益を認識していくんですけれども、ね、まあこれで実現の入用金を満たすんですね。代理店さんがお客さんに売ったとき、つまりあの受託者がお客さんに商品を売ったときに収益認識の実現入用金を二つ実現の入用金を満たすと。ただあの要人があったんですね。仕切り生産所到達日基準。仕切り生産所が販売の都度送付されているケースについては、その仕切り生産所が当社のも元に届いた、ね。つまりこの代理店から当社に、えー、いくらいくらの商品が何個ね何月何日に売れましたよっていうね,ね、あの書類が届くわけですよ。ね だから代理店からその書類が届いたときに売上を計上するって容認があるんですね。はい、これが仕切り生産書到達基準。ただ無条件で適用できるわけじゃなかったんですよね。えー、この販売の都度送付されているケースとですね。まあこれも細かい話ですよ。で過去の担当式試験ではまあこの販売の都度っていうのがですね、えー、その一週間単位だとかですね、えー、まあ三日単位だとか、そういう細かい細切れでも販売の都度に該当するとかしないとかっていう話が過去の担当では出てました。ね、結果的にそれ該当するんですよ。あの。 1> 1週間単位とかでもあの決められた単位をきっちりと守って継続的に適用している場合には販売の都度に該当するっていうのは、まあ、過去の担当ではあったのでまた1問一答なんか見てもらえればですねそれ載ってると思いますけれども、まあ、それは細かいんで、まあちょっと置いといて、ね、とりあえず販売の都度ですね仕切り生産書が送付されている場合には、えー、これは、えー、仕切り生産書とたず基準が認められますね容認として。はいまあ、これはあの実務上の便宜です。 何かその会計的なな、ね、理論を論を拠ととしているといるうわけではないんではんすね下のね吹き出しにもあるけれども、まあ、委託者が受託者の販売状況を逐次確認するのは困難な場合もあるので実務上の便宜を図るためにですねこの仕切り生産所到達部基準というものが認められておりますがあのこれも新基準は認められませんからね仕切り生産所到達部基準は認められませんので新基準だと、えーまあ、こうだとね販売基準のみですね代理店がお客さんに商品を引き渡したときに利行、えーまあ、義務が充足され収益を認識する。 から4にきては新基準だと認められないというところになりますはいじゃあ次行きましょう次使用販売使用販売はお試しで商品を送ってお客さんが気に入って買いますよっていう連絡があったときに収益を認識するっていうのが使用販売でしたはいで実現の入件いつ満たすかというとこれもね商品を試送したときお試しで送ったときではないんですよねお試しで送ったって ままだお客さんんが気気にに入入るかかからないか分かりませでは、ね、使用期間というものを設けて、ね、その期間、まあ、使ってもらって気に入ったら買ってもらうというような形態ですからだからまあその段階で外部の第三者に対する財庫または益務の提供はしてるんだけれども、えー、対価としての現金または現金投下物の受領というですね、あの実現の2億円は億円目というものが成立していないわけですよ。はい、これですね。 得意先が買い取りの意思を表示することによって初めて実現の料金が満たされます買いますよって連絡があったらね、えー、実現の料金が満たされるんで、えー、だから買いますよっていう連絡があった時に売上収益を計上していきます、ねまあ、処理としてはね手元商品区分法や対象間情報と、えー、またその特殊商品販売の話になってしまうんで難しいところではありますけれども、ねえー、買い取りの意思表示があった時に売上収益を計上すると。 これは新基準でも変わらないですここはね特に変わらないところになります。はいえーまあね、過去担当式試験では、まあ、こういった販売形態の収益認識がどのタイミングなのかっていうものはよく出ていますしその下の予約販売も非常にあの担当でよく出ている部分になります。まあ、この前の前12月担当で予約販売はあらかじめ予約金をもらっておき でその後後日商品を引き渡すという形態の商品販売になりますまあイメージその小売店なんかがねお客さんから、えー、初め予約金をもらってまあ小売店ってねまだ商品自体が届いていないとね何月何日にリリースする DVD ですよと、ね、でそれは3か月後でねでも予約をしてくれたらですねその早期予約特典みたいなものがつきますよって言ったらですね、まあ、予約をしてくれるお客さんもいるわけですよ。 で2か月とか3か月前にお金を先にもらっておくと。で実際その、ね、DVD が小売店に届いたら、まあ、お客さんに連絡したりだとか、ねまあらかじめもう品質が決まっているんであればお客さんがやってきた時にその DVD を引き渡して商品を引き渡してそれで実現の2億円成立です。なので予約案を並べて先に対価としての現金または現金等価物の受量がまず先にあるんですね。でその後外部の第三者に対して財貨または益も提供すると。 実現の要件の二件順序っていうだけであって商品を引き渡さなければ当然二要件は満たさないのではい、これですね、商品の引き渡しまたは益求の給付を行うまでは売上収益というものは計上していきませんよとじゃあどうするかっていうと、えー、お金をねあらかじめもらった部分はこれ前受け金として計上するんでしたはいまあこの辺もね まあ原稿上のものになりますけれどもボケのテキストにありますので一応処理としては別に全然難しくないですからねあのやっておいてくださいはい、えー、そして次のページいきますねまあ一番のポイントというかねこの収益認識の基準の登場によって影響を受けるのがカップ販売ですよねはいカップ販売まあ新しいレジュメだとね、ここにもカップ販売は新基準の 導入によって認められなくなるっていうのはねここにあると思うんですがこれちょっとあのプレゼンターに写してるのがその記入する前のレジュメなのでちょっとこの部分は書いてないんですけれどもですかはい、えー、カップ販売はですね現行ルールだと原則は販売、えー、基準やは普通の商品販売と同じなんですね。で容認として回収基準回収期限到来基準いわゆるお金を回収した時にきに えー、収益を認識しましょうという回収基準であったりだとかあとはお金のね回収期限が到来したときに収益を計上しましょうという回収期限到来基準、ねえー、これがまあ容認として認められるいわゆるそのカップ基準が認められるわけですけれどもあの現行ではですね認められていますが新基準では認められていませんね。ななな、ね、のでで新基基準準ににったたら販売基準一択なんですよ、ね、引き渡した時に 利行義務が充足され、収益を認識すると。だから、このね、容認、現行ルールでは認められていますけれども、新基準では認められません。まあ、そこですよね。だから、今、まあ、特徴販売で。回収基準とか、回収期限等ら基準、ね、勉強している方もいると思います。まあ、一年後はやらなくても、まあ、いいような、ものにはなっているはずなんですが。あの、ただ、まあ、ここはね、計算上のアドバイスとして。あの、まあ、これ以前担当にも出ていたんですけれども。 こう特殊商品売買でね回収基準回収期限到来基準ってまあ難しいですよね、えー、ボックスなんか書いて原価率を使って求めてでゴリゴリですね、えーまあ、場合によっては最近あまりないですけれども使用販売とかね、えー、委託販売と絡めて原価率出してなんていう問題が、ね、あったと思いますけれどもあの、まあ、今ね時間があるからじゃあその対策を立てるかって言ったらここまでもう特殊販売ですねほぼノータッチの方は別に担当が延期したからといってそこに手をつける必要はないです。 他にやるべきことがもっとたくさんありますからね、重要なものは。ね、ここまでたくさんね、特殊販売の練習をしてきて。えー、で、まあ、忘れちゃいけないから、もう一回やりますよってのは全然 OK なんだけれども。ね、今から特徴に手をつけるってのは、ね、やっぱもうこれは NG かなと思うんですけれども、ただ。ですかこの回収期限、回収期限、到来、回収基準、ですね、回収基準、回収期限、到来基準が。どういうものかは知っておく必要はあります。あの、要はね、特商品売買の、その原価率を使って。えー 商品の、ね、売上総利益を求めるとかそういうことができなくても場合によっては解ける問題がが出る可能性がありますこれ今も僕のテキストないんですけれども例えばね以前担当で出たのはその回収基準だったら売上総利益いくらになりますかとか回収期限到来基準だったら売上総利益がいくらになりますかっていうあのそういう問題で,で非常に簡単なんですよ。いや1回の回収につき例えば1万の利益が上がりますよ、ね、回収基準だったら当期4回回収してるから4万の利益ですよね。 で回収期限到来基準だと当期例えば6回期限が到らしたら、えー、6万の利益ですね1回回収に伴って利益が1万上がるんであれば、ね、でこれぐらいのシンプルな問題で出るんですよ出てるんですね過去1回の回収に次1万利益上がりますよじゃあ回収基準だったらいくら当期利益上がりますか回収期限到来基準だったらいくら当期利益上がりますかっていう問題が過去に出てるんですね、まあ、もうちょっとあの言い方はあのちゃんとしてますけどねですか だから、回収基準っていうのはお金回回収収した時に利益上が上りますよ。回収期限到来基準っていうのはお金を回収してなくても期限さえ到来すれば利益上がりますよっていうことだけ知っていけば場合によっては点数取れるかもしれないんですよ。ね、もし同じような問題が出ればそして最近の担当式試験は特徴で減価率なんかをゴリゴリ出させる問題って非常にですねあの出てないんですね減少してるんですよ。どっちかといいうう本当にこう数字だけの操作っていうよりも、 ちゃんとその方法の内容をちゃんと理解してるかっていうことを聞く問題の方が多いです最近は、ね。集計量がね少なくてえちゃんと理解してるかっていうことを問う問題の方が多いんですね。まあ、前回の12月はちょっと集計量多い問題も出ましたけれども。ね、でそういう最近の担当のトレンドを考えると、えー、回収基準が何なのか回収期限到来基準が何なのかっていうことだけ知っておけば点数が取れるっていう問題も場合によってはありますので、ね、まあぜひねちょっとその部分は頭の片隅に入れて頂ければと思います。はい、ちょっと、ね、話がれれてししままいましたけれども えー、回収基準はちなみに現金主義完全にお金ですねで回収期限到来基準はこれ現金主義じゃなくて権利確定主義ですねお金を回収する権利、えー、ですねその期日が到来すれば収益が認識できるというところで権利確定主義というものになりますので一応ここも、ね、過去の担当理論では出ています、ね、回収期限到来基準が権利確定主義かどうかというところを問う問題が出ていますので、えー、まあ一応ね、えー、その点は知っておくといいでしょうで販売基準はもちろん実現主義ですで新しい 新基準のでも基本的にはその実現主義という表現ではありませんけれども利行義務を充足して支配が相手に転出するのは販売時点なので販売主義、えー、ごめんなさい販売主義ですね、えー、販売基準販売基準一択の収益認識になります。はい そして、えー、あと二つをできますよ。今度継続的義務提供契約ですね、えー。これは経過感情なんかを思い浮かべてください。要はお金を貸しますよとかですね。えー、家を貸しますよとか保険のサービスを提供しますよとかっていう場合に、えー、継続的な義務提供契約がお客さんとの間に、えー、結ばれています。この場合は六番目時間基準ですね。時間基準。時の経過とともに収益を認識すると。時間基準。はい。まあ、これでしょう。で、まあ、時間基準はあの発生主義です。 時間基準は発生主義ですからね。あのこれ実現主義じゃないんですよ。元々、そもそもね、そもそも発生主義です、えー。もしメモなんか入ってない方はですね、発生主義って書いておいてください。で元々発生主義ですよと。で、まあ、発生主義っていうのはそもそもね客観性や確実性がないから認められないというところでしたけれども、この継続的な役務提供契約の場合は契約によって、えー、まあ、入ってくるお金だとかそのタイミングが決まっているわけですよね。 まあお金の貸し借りをイメージするとすごいわかりやすいと思いますね。お金をですね貸しますよ額面決まってますよね100万貸しって言ったらそれ額面100万ですからで利率決まってますよね利払い決まってますよね期間決まってますよね全部決まってるんですよだから客観性確実性満たすんで発生主義であっても収益認識ができるんです、ね、契約で決まってなければ発生主義の収益認識って通常できないんですよ、ね、だって客観性確実性わからないわけですから まあ講義中でもも話しますけれども、ね、商品売買の加工進捗度50%だから50%の売上収益認識するってしないですよねだって加工進捗度50%でその商品製品がまだ出来上がるとも分からないわけですよねだって子孫するかもしれません、ね、出来上がったって売れるとも分からない、ね、しかもその売価がいくらだったって分からないわけですよ全部分からないわけですよその状態で加工進捗度50%だから50%分の売価の、ね、収益認識するっておかしいわけですからこれは発生主義で収益認識できないんですよ客、ね、観性格で満たさないから でも契約で結ばれてればそれを満たすことができるから収益認識できるよっていう話でしただから継続的意義務適用契約は発生主義の時間主義発生主義の時間基準ですかだから実現主義でもそもそもないですからねはいここも注意しておいてくださいでもうおまけ中のおまけで収穫基準ですねおまけ中のおまけで収穫基準でまあかなり細かいところですけれども、えー、農作物がですね収穫が完了して販売し得るような状態になった時に実際販売していなくても収益認識ができるというのが収穫基準収穫基準 まあこれも発生主義です実現の2億円まだ満たしてないですからね、えー、農作物の収穫が済んで販売しうる状況になったタイミングで収益認識できるとはいでこれはもうねあらかじめ、えー、工定価格がある農作物とか金とか銀とかみたいなですねもう安定した価格での売買がもう決まっているときに認められる特殊な、あのー、収益認識基準だと思ってくださいただそういうのもありますよというのは知っておいてくださいねちょっとレジュメにあるので、えーまあ、重要性はかなり低いですけれども まあ収益認識がトピカルなまあ、今この修学基準がチラリと聞かれてもまあおかしくはないのでまあ一応読んでおいてくださいねまあ、ここが保険ですねただ修学基準以外の、えー、他の6つは非常に大事ですからここは必ずね特に新基準と比較して抑えていただければと思いますはい、えー、ということでまあ現行ルールの収益認識をメインとした。 えーまあ、強化講座ですねここまでになりますので、えー、また収益認識の新基準の部分も絡めてね、えー、勉強していただければ、えー、ま穴は埋まっていくと思いますので、ね、まあ穴というよりもまあ、ね、もう一回ねこう既存の知識をブラッシュアップして、えー、かつね整えていくような、まあ、講座かなと思いますんでなんとかねちょっと、まあ、この動画をきっかけにもう一回ここでねあの復習をしてもらえれば幸いかなと思います。ははい、えー、それではですね 収益認識現行のね、えー、整理というところで、えー、担当演究の友の教科講座第二弾は以上とさせていただきます皆さんお疲れ様でした。